これ隆起しちゃってこうなっちゃってるんですか。これが、はい、はあ、これがそうか、はい、ここは舗装しただけはまっすぐこうやってたら、はあ、それとこの検証碑もあそこら辺にあったんですけど、はい、崩れて今の場所に移動しました。これだ、ここだ。半端ないな、見た時点で切っちゃうわこれね、切ったらね、うん、超綺麗だよ。これじゃない。すごい。すごい。すごい。なんもなきゃいい場所なんだけどね。なんもなきゃいい場所なんだけどね。これは戦争が終わってアメリカ軍が結局自分のネームプレートをここで戦死した仲間に手向けるのに置いていったやつです。あ、そうそう、これ。これは？14時出発です。結構ある。結構ある。北じゃないですか。あっち南。嘘。うん。こっからみんなね、南海岸で。Google マップであれ見るの？
そのまま流入しちゃって。港にしようとしてポシャッと南を出ます。え、あっち南？こっちが北、あれがだって、すり鉢山って一番南西にあるじゃん。だからあっち北東だもんね。こっからだったら南、うん、あれ北だよね、だからあれが北、うん、ここがその激戦のね、南海岸。そうです、はい、で、あっちが南洋、南洋と、あっち南洋島が、60キロか、北洋島が70キロぐらいですね。北洋島には昔島民が住んでたらしいです。うん、南の方には住んでます。南は昔から住んでません。まあ、見た通りすごい傾斜が急なので、多分、まあ、どっちもそうなんですけれど、北洋島は若干住める場所があると思います。で、昔の海岸線はこの緑の草地が生えているところまでは海岸線で、今は隆起して、うん、砂が上がっているような状況ですね。はで、ここがあの米軍の例の製造機を建てた場所です。で、そこに記念の、石が置いてあります。これは米軍が建てた時に6人いたんですけれど、うん、そのうちの3人が、生還しまして、そのうちの1人の奥様と子供さんが来た時に、建てた碑、であります。で、そのお子さんが書いたのが、硫黄島の製造機という本ですね。まあ、今映画化になっています、父親たちの製造機、クリント・イーストウッドの、それの本を書いたと言われています。どうでしょう、じゃあ GPS ですよ。ウィスコンシン州の方で、はい、その花崗岩を持ってきて建てたという話ですね。